はい、ありがとうございます。といったわけでございまして、実はもう今撮っておりまして、あ、本当ですか。炎上を見てやってるところ、これはもう大丈夫ですか、流したって秘密、ここの部分で。これはでもあれですね、皆さんも炎上の皆さんに送ってるので、これはやりますけど、じゃあこのぐらいは OK、 OK かな、これは OK だと思います。これをお客様も一緒にできちゃうかも。あ、なるほど、かもしれない、はい、まあ、大丈夫ですよ。というわけで、パーツチャンネルです。どうぞよろしくお願いします。今日何日だっけ、7月の23日の午前中でございまして、はい、あの今日は、ライトアップの、司会の2人、この間のパーツチャンネルも出てくれました、アッコちゃんとアリサちゃんです。今日はあの司会 の、 今日いろいろ打ち合わせとか稽古されているということで、ちょっとあの北千住ということで僕もちょっとお邪魔しに来たんですけれどもね、まあ、ライトアップということで、まあ、見てたんですけど、まあ細かく、すごい細かくやってらっしゃって、非常に僕は感心しましたけれどもね、お邪魔しまして、どうですか今回の、まあ、僕も出させてはいただくんですけど、まあ、どう今回のライトアップはどんな感じですか、その後この間出てきてくるから。そうですね、ライブではエントリーの前もねさせていただいたので、もう本当にそれからもエントリーも増えたと思いますし、今回は夏、もう本当に7月の末の夏なので、ね、今やってたフィナーレも、はい、お客様とも一緒に踊れるんで、もう本当にイエイイエイワイワイやりたいですね。出演者の皆さんも多いので、なのでお客さん、ダンスやってなくても例えばほらお父さんとかお母さんとか、うん、見に来てるお客様もできちゃうぐらいのことで、できちゃう、それはいいね、もう夏振り付けになってるよね。あ、いいです。その振り付け誰考えたらいいよ、藤田さんちゃん考えて。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ楽しみですね、皆さんね。もうエンジョイ、はい、そう、エンジョイ、今日新しい、今回は新しい出演者の方とかもいるんだ。いらっしゃいます、初登場もいらっしゃいますね。いいね、どんどん広がっててね、はい、なんと、そして2日間だもんね。はい、2デイズですよ。いや、大変でしょう。29日と30日の2日間、2デイズでございます。2デイズです、もうだからそうですね、やっぱワンデーと違ってやっぱ2デイズは喉が枯れがやがり、夜は枯れがやになりますけれども、でも皆さんにね、エネルギーをもらって、ね、楽しませていただきたいと思ってます。だって資料がもうすごいのね。いや、こんな細かくやってんだね、見てこれ、こんな他にもいっぱいあるんだけど、ね、いや、なのでね、もしこれを見てくれるお客様も出演者の皆様も、司会がね、もう今日僕思ったけど、みんなの髪を持ってね、頑張ってるなぁ、もう愛を感じますね、本当に。本当に素晴らしいと思いますけれどもね。あと1週間ですね。1週間ちょうどいい。もうね、はい、切ってますよね。切りましたね。はい、はい、はい、あの。僕は日曜日出演なんで、日曜日までちゃんとあれ配分してくださいね。はい。2部の2日目に、僕は2部のスワットバッター、スワットバッターですね。はい。やらせていただきますけれどもね。ね。なんかね、お会いして一緒にね、できるの嬉しいですよ。楽しみです、バッさんのライブ。来ていただいて、盛り上げていただいて、今日も駆けつけてくださって、朝からもう、いえいえ、ね、俺もこんなね、2人がね、ジャカ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 言ってるところに、ね、来てくださって、いやいやいや、そんなそんな、もうお邪魔、もうカラオケボックスで今ちょっとやってるんだけど、そうなんですよ、マイクで喋ってマイクで喋ってて、僕カラオケボックスとかって来たことなくて、そうだ、最初やり方とか全部わからなくて、有田ちゃんが、ね、ここでこうですよ、こうで子供みたいになっちゃった、ありがとうございますみたいな感じなんですけどね、ソフトクリームやりました。そう、うまく出ない出ないなんでこれみたいな、ありましたけどね、ね、まあ、そんなわけで、じゃあ、まあ、多分見てくださってる方々にちょっと一言よろしいでしょうか。多分関係者の方々がね、出演者とかその関係者の方々がいっぱい見てくれると思うんで、ぜひちょっと一言お願いします。はい、じゃあ私からですか。はい、ライトアップの MC を務めさせていただくアリサでございます。今回もですね、計ライトアップになってから5回目ですか。そうですね、春夏、はい、5回目ですかね、はい、1周年を前回で1周年だったので、まあ、今回も久しぶりの2 days ということで、前回は1 day だったので、ちょっと今パースさんからありましたが、2日目もちゃんとパワーを温存できるように皆様、出演者の皆様のご紹介を責任を持って、
しっかりできるようにちょっと本番までまだ練習していきますので、どうか皆様一緒に楽しみたいと思いますので、ご来場お待ちしております。皆さんぜひ来てください。はい、エンジョイエンジョイエンジョイということで、こういう振り付けをやります。皆さんでやりますという、MC のアッコでございます。2人合わせてラボエイというね、あのこれがこれあの今日ね全然関係ないんですけども、アリサさんにもらったんですね。おそろいです、ね、でございます。あこれね、僕今見てたのちょっと素敵だなと思って。ガーナのアクセサリーです。かわいいと思ってね。でということで、29日と30日土曜日と日曜日、新宿フェイスでお待ちしておりますので、皆様どうぞお越しください。パーツ石破さんは2日目でございます。どこでスペシャルかは言いません。最初言わないかい。はい、といったわけで、今日は、アリサちゃんとアッコちゃんをゲストにお招きしました。みんなライトアップ来てね。ライトアップ、ライトアップ。